皆様こんにちは本日はゲームスマートの商品のお買い上げ方法につきましてお話しさせていただきますゲームスマート大変嬉しいことにたくさんの方々からご興味をいただいておりますそして同時に商品購入の仕方につきましてたくさんの方々からお尋ねをいただいております ですので、本日は、どのようにゲームスマートの商品をお買い上げいただいたらよろしいのかにつきまして、こちらのトレーニングビデオを作らさせていただいております。こちらは、皆様の講座の中にログインをした最初の画面でございます。最初の画面、上部、水色帯の上に、左から、 3つ目商品購入とございます。この商品購入をクリックしますそうしますと下に帯が開いてメニューが3つお目にできます最初に一番最初のコンサルタントパッケージのメニューをクリックします コンサルタントパッケージのメニューをクリックしますと当社いろいろと取り寄せております様々な商品をお目にすることができます一番下のゲームスマート8と書いてあるところをクリックしますとゲームスマートの商品の内容様々な種類の商品がこのように 下に開きますただいまプロモーション価格のゲームスマートコンサルタントビジネス有効化パッケージその下にゲームスマートコンサルタントプロフェッショナル有効化パッケージこちらの2つの商品はゲームスマートの商品を皆様のダウンライン様 皆様のお下についているお仲間様がゲームスマートの商品を買われた時に皆様にコミッションが上がってくるという商品でございますこちらの有効化パッケージというのは1年間有効でございますそしてこちらの有効化パッケージに対する30日間の こちら、えー、商品コード81004以下にあのー、お揃いさせていただ,い,ただいております、えー、こちらの30日パッケージというのがございます。これは、ビジネス有効化パッケージをお持ちの方が30日のパッケージを、 あのお買い上げいただくという流れになりますしかしながら皆様の中にはすでに30日間の PSV のお揃え30日間のいろいろな PSV のお揃えを WebMeet ですとか WebcastPro ですとかまた AppMartPro ですでにお買い上げになっている方もおられると思います30日間有効パッケージにつきまして すでに持っておられる方々はこの商品コード81004以下の商品はあの今は必要ではございませんしかしながら今後30日間の PSV のパッケージにしたいという方はこちらの商品商品コード81004以下からお選びになるということになります、えー、こちらの方が、えー、ゲームスマートの えビジネス有効化パッケージそしてゲームスマートのえビジネス有効化パッケージをお持ちの方で30日間の PSV としてお揃えになりたい方がえ商品を購入される場所でございますえ皆様の中にはすでにいろいろな商品をあのもうでにお,あのお手持ちにあられて そして、えー、30日間の PSV のためだけにゲームスマートの商品をお買い上げになりたいと考えておられる方がいると思います。そのような方々、私は30日間の PSV のためだけにゲームスマートの商品を購入されたいというご計画の方がおられると思います。 そのような方々のための商品購入の場所が同じように商品購入をクリックしますメニューが下に開きます今度は一番下のカスタマーパッケージに行かれてくださいもう一度申し上げます商品購入からカスタマーパッケージに行かれます こちらはカスタマーパッケージとなっております。やはり同じようにいろいろな商品がお目にすることができます。一番下にゲームスマート6と書いてあるところがございます。こちらをクリックしますと、ゲームスマートの6種類のいろいろな、えー、商品がお目にできます。 商品コード81010から下などですがこちらはゲームスマートのスマートコインだけをお買い上げいただくという場所でございます先ほどのところとは少し内容が異なりますのであのどうぞあのお含みおきくださいこちらの商品はもう一度申し上げますがゲームスマートの コインのみをお買いいい上げいただくというこ,とになりますこの一番上の商品81010のコードですがゲームスマートのスマートコイン10パッケージとなっていますこちらの、えー、ゲームスマートコイン10パッケージというのは このパッケージはゲームスマート内での、えー、コインをご提供するというものでいくつコインが付いているのかというと100のコインが付いているパッケージですよということになりますそして価格が10ドル商品の説明のところにございますように10セールスボリューム PSV と書いてありますそうなりますと私は月々の PSV のお揃え30日間の PSV のお揃えを10ドルでしたいと考えておられる方がいましたらこちらの商品をお買い上げいただきますと月々の PSV のお揃えのためだけにあのこちらのゲームスマートの商品をお当てになっているということになります。皆様のレベルによって、 月々の PSV のお揃いというのが違うと思うんですけども、えー、10ドルの方もおれば中にはですねあの50ドルでなさりたい方もおると思います50ドルでなさりたい方もこちらにあの50ドルの、えー、ゲームスマートのコインとしてあの50ドルのパッケージあの整えさせていただいておりますこのような形で、あのー 月々の PSV のみをあのゲームスマートで賄いたいという方はもう一度申し上げますが商品購入のカスタマーパッケージにございますあの皆様あまりですねカスタマーパッケージの方にあのお目を通すという機会がないと思います なぜならば皆様はコンサルタント様であられるのであのこのメニューの上のところのコンサルタントパッケージに行かれる方がほとんどだと思うんですけどもゲームスマートのコインに関しましては当社の方カスタマーパッケージの分類の方に商品の方を整えさせていただいておりますですのでカスタマーパッケージのところに行かれて ゲームスマートのコインを月々の PSV にお当てになることができるようになりますもう一度先ほどのコンサルタントパッケージのでは商品にあの戻りましてご説明をさせていただきますとこちらゲームスマートの コンサルタント様のパッケージでございます。はい、確かに商品コード81004以下より、30日のパッケージがございますえ。こちらの方、30日のパッケージなのに、どうしてここから買えないのでしょうかというあのご質問もいただきました。また、リーダー様の中には、はい、30日の、 あのパッケージを私は PSV として当てたいからここから買いましょうと思われてこの81004の商品をのみをお買い上げいただこうと試みられた方もおられますそうなりますとえここであのこの10ドルのえ30日のパッケージをお買い上げの,あの手続きをなさいますとああのー エラーメッセージが出ましてあなたはコンサルタントビジネス有効化パッケージまたはプロフェッショナル有効化パッケージをお持ちではありませんこちらを先にお買い上げくださいというようなあのエラーメッセージのような形のえメッセージが出ますでなぜかと言いますとあのこちらの30日間のパッケージ 商品コード81004以下のパッケージというのは、これは、この今プロモーション価格2つのコンサルタントビジネス有効化パッケージ、またはコンサルタントプロフェッショナル有効化パッケージ、どちらかをお買い上げの方が月々の PSV をお揃えになりたいときに、この 商品コード八一丸丸四イーカードのところから、三十日のパッケージをお選びいただきます。少しあの、場所が違うので、あの皆様、あの難しいということで。あの混乱されておる方が、えー、たったお見受けするのですけども。えー、まずは、この有効化のパッケージを持っている人たちが。 30日の PSV を揃えるときにお買い上げいただくのがこちらの商品コード81004以下というようにご理解をいただきたいとお願い申し上げますそしてもう一度申し上げますけれども30日の PSV のためだけにスマートコインゲームのコインをお買い上げになりたい方は カスタマーパッケージに行かれてそしてそこの中のゲームスマートの商品の中にコインのみの、えー、商品がございますですのでこちらの方からお買い上げいただきますという流れになります、えー、現在あのゲームスマートの有効化パッケージがですね大変あのー お買い得になっております。なぜかと申しますと、あの現在ですね、プロモーション価格でございまして、えー、大変お値段の方、お勉強させていただいております。えー、この同じこ、そうですね、この上の方の、えー、ビジネス有効化パッケージが100ドルという価格になっております。そしてこちらの、えー、有効化パッケージですので、お買い上げいただくことで、 えー、お下の方がゲームスマートのパッケージをお買い上げになられますと皆様にコミッションの見込みができますそして3000ゲームコインというたくさんのゲームのコインも付随しております、えー、先ほどの,あのコインのみのパッケージと比較してみますとあのどれだけお買い得であるかというのがあのー。 お目通しいただけます。こちら一番下のところに同じ値段ですね。プロモーション価格と同じお値段をご用意いただく100ドルございます。こちらはコインのみのパッケージです。あの特に、えー、有効化パッケージとではございませんので、お下の人からのあのコミッションの見込みをかけるためのパッケージではございません。 100パッケージというのはコインのみのお買い上げになります。こちらのコインのみのパッケージは1000のスマートコインがついております。先ほどのプロモーション価格の、えー、パッケージでございますが、プロモーション価格のパッケージの方、3000のゲームコインがついております。 かなり、えー、先ほどの、えー、100ドル、同じ100ドルでコインのみに,に比べますとプロモーション価格であって3000のコインがついているということで大変あのお得になっております。またこちらの有効化あのパッケージの方、えー、有効期間が1年間という長いの期間になっております。そしてこちらの、えー、パッケージをお持ちになっていることで下の皆様の えー、下にお付きの皆様からのコミッションも見込めるという大変いろいろなあの機能をあの皆様がここ搭載したあのパッケージをお買い上げになるということになります。えこちらのプロモーション価格8月31日までとなっておりますのでどうぞ皆様お含みおきくださいましてあのこちらのゲームスマートの パッケージ、商品の方、ご検討くださいますようお願い申し上げます。現在、あのいろいろなあのメンバー様から、会員様からお問い合わせいただいております。えっとですね、あの現在、三十日の PSV のお揃えを、ゲームスマートでしてみようかなとあの、申されている方がたくさん出ておられます。そなりますと、月々のゲームスマートの え月々の PSV をゲームスマートに変えていこうということはゲームスマートの先ほどのコインのみのパッケージをお買い上げになる方がこれから増えてくるという予測ができますやはりあのリーダーの皆様または応援の方というのはあの下の方からのコミッションあのたくさん見込めると思うんですけどもそういったあの下の皆様があの 月々の PSV をスマーあのゲームスマートの商品にしようかなと思うということはやはりですね、応援の,の方々にとりましてあの下の人からのゲームスマートの商品に対するコミッションを見込むとなりますとやはりコンサルタントビジネス有効化パッケージまたはプロフェッショナル有効化パッケージこちらをお持ちになっておくというのは大変あの将来的にもですね 長い1年間という期間ございますので大変お得な商品であるというふうに当社の方推奨させていただいておりますまたリーダー様の中には大変先見のお目がある方がおられてあの私はまだ仲間はいませんがこれからですね多分ゲームということで新しい仲間が増えていって そのような人たちがコインをお買い上げいただく予測ができると。ですので、今のうちに、プロモーション価格のうちにあの購入しておきたいと思ってますというふうにあのお知らせくださった方もおられます。そのような形であのゲームスマートの商品、大変皆様、いろいろ検討してくださいまして。 またあのご興味をですね持ってくださっておるようでございますフリーサーファー様の中にもあのゲームという身近な商品でありますのでああの遊ぶうちに使うコインを買ってみようかなというような思いを持っておられる方も多々お見受けいたしておりますどうぞ皆様ゲームスマートの,あの商品ゲームスマートの、えー、いろいろなパッケージですねご検討くださいまして ただいま私が説明させていただきましたあの商品購入のところからお買い上げいただける流れにつきましてあのお目通しくださればと思います本日はご清聴くださいましてありがとうございましたゲームスマートどうぞ何卒よろしくお願い申し上げます